ソレア心理カウンセリングセンターの高間です。境界知能と HSP は併存するのか、これに関してのお便りがたまに来てますので、ちょっと集中して、紹介したいと思います。前から待っていらっしゃる方、すいませんが、よろしくお願いします。もうちょっと待ってくださいね。では、レターのご紹介です。こちらの会話の間の沈黙の差を聞いて、自分も境界知能だと思いました。ADHD も合わさった。というのは、自分の場合は沈黙がないからです。話すタイミングを測っている間の沈黙はありますが、HSP のように頭の中で考えを巡らすというのが全くないことに気がつきました。思いついたことをそのまま話しているというか、この文章も考えて書いているわけではなくて、頭に浮かんだことをそのまま書いている感じです。普通の人や思慮深い人は、同じ事柄に対していくつも浮かんだり、相手や状況をおもんぱかって表現や話す内容を精査するということを、この話から知れて、それは頭で考えたら普通のこととわかるのですが、自分は今までやったことがないことがわかりました。どうして今まで空気を読めなかったり、時には相手を怒らせてしまってたかの理由が少し見えた気がします。ありがとうございました。できるかわかりませんが、今後は頭に浮かんだまんまではなくて、表現を工夫したり、内容を自分の中で一度チェックしてから話すことを練習したいです。というレターですね。結構考えて書いているわけではなくてっていう割にはっていうのか、ずっと読んでいて、話が通る書き方をされているのかなと思いました。ADHD の人なのかどうかわかりませんし、境界知能の人なのかどうかもちょっとわかりませんけれども、この文章を読む限り、そういう感じはあんまりしないんですけどね。どの辺があれなんですかね。結構ね、ADHD の人、人間関係が悪くなったり、長続きしなかったら、急に面倒くさくなって人間関係を切っちゃうっていう人もいるんですよ。愛着障害の人の親密が怖くて人間関係を切るとか、それはHSP の人にもある部分、そういう人もいると思うんですけれども、この人はそうではないわけですね。ADHD の人は人間関係面倒くさくなって切るっていう人が結構いるんですよね。だからね、ASD っぽく見えるんだけど、実は ADHD の特質だったということもありますね。でも、ASD と ADHD って結構併存している場合があるので、何とも言えないんですけどね。でも、ASD か ADHD がメインなのかっていうような区別は、心理職の人はちゃんとするようにしましょう。で、そういう話で、これは発達障害の話じゃないんですけれども、結構ね、理路整然と書かれているので、どこが人間関係うまくいかないのかどうなのかなっていうのはちょっと分かりませんでした。愛着障害の人もね、結構ADHD っぽく見える人もいるので、何とも言えないですね。なんか今日な何とも言えないですねっていう結論になっちゃいましたけれども、参考にしてください。
今日はね、お昼にこれ収録してるんですけれども、風が強いですね。今日は木曜日、月1回、新横浜でカウンセリングしてる日なんですけれども、結構風が強いですね。で、なんかね、春一番なんですかね。あったかいんですよ。多分気温上昇中で多分20度ぐらいあるんじゃないですかね。暖房も今切ってます。まあ、太陽の光入ってくるところなんで、まあ、暖房なしで十分ですね。ちょっと暑いぐらいの感じ。まあ、春一番なのかな。結構風が吹いてて、まあ、心がね、春に向かって、季節が春に向かって流れていく。まあ、結構ね、なんかのんびりとしたいい一日ですね。空も晴れてるし、まあちょっとね、余談が長くなりました。今日は強化知能と HSP でいただいたレターのご紹介でした。これまでいただいたレターの方ね、順次ご紹介していきますので、少々お待ちください。それではまた。